はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画では、ゆうはさんが実践してきた、やってよかった身体への、体への投資、ボディメイク編ですね。はい、それを12個ご紹介していただきます。お願いします。お願いします。はい、まずはじめに自己紹介お願いします。はい、新宿系ミニマリストのゆうはです。自分らしいミニマルライフを東京の新宿区でやってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、まあ、結構ミニマリストの中には、はい、まあ、物だけじゃなくて体への投資、ボディメイクをされてる方もちょくちょく増えてきたので、そういう噂も結構小耳に挟むので、今回ゆうはさんが実践してきたものですね、12個ご紹介していただきます。はい、はい、じゃあまず1個目からお願いします。はい、1つ目は定番のヒゲ脱毛ですね。うん、おー、なるほど。ヒゲ脱毛はいつぐらいから、はい、僕大学の頃からやって。あ、結構前ですね。もともとすごい毛深かったんで。おー、あ、そうなんですね。はい、毛深かったんですね。めちゃめちゃ毛深くて、はい、でいろんなクリニックで試しましたね。大学生でもヒゲって言ったら大体の人ヒゲ剃ってるじゃないですか。はい、毛深いのが嫌でコンプレックスでやったみたいな感じですか。やっぱ面倒くさいっていうのもありますし、うんうん、あとやっぱ濃いと青ヒゲっぽくなっちゃうんですよね。ああ、なるほどね。はい、それがちょっと嫌で。あ、そうです。はい、もう終わったんですか、ヒゲ脱毛は。いや、まだちょいちょい残ってて、はいはい、ただほとんどこの上唇の方とか、うん、これの顎の真ん中ら辺はもう生えてこなくなりましたね。うん、ちなみに医療系ですか、そのエステ系、はい、美容系、はい、はい、美容系でどっちのやられたんですか。あ、僕はもう医療系です、ね。医療系で、はい、痛くはなかった。あ、痛いですけど、そこはもう気合で、はい、でまずはじゃあ大学生の時にヒゲだけやったみたいな。そうですね、ヒゲちょっとやったって感じ。いくらぐらいかかるもんなんですか、ヒゲだけで。あの、クリニックって違うんですけど、はいはい、ざっくりで大丈夫です。大体1回この辺で全部で1万円全部ぐらいだったかな。はい、はいはい。で、それを何回か、10回とか、ね、まあ、5回セットとか、そういうので、はい、やってますね。なるほど。で、結果やってよかったことありますか、ヒゲ脱毛。あ、やっぱ昔の写真と比べると、うん、明らかに肌が綺麗に見えてます。なんか昔の写真見てみたいですけど、どう違うのか、どう変わったのかとか。まずここの上唇の青ひげが結構目立ってましたね。へー、あ、そんなに青かったんですか。青かったですね。なんか今だと結構顔が女性っぽいとか言われるんですけど、かなり濃くて、はい、でそれでやっぱりカミソリ負けとかで赤くなったりして肌荒れ起こしたりとか。ありましたね。まあ、なんとなくイメージはつきますけど、はいはい、その青ひげとなんか赤いやつとかね、はいはい、なるほどね。まあ、それがなくなってよかったかなっていう。あ、そうですね。ひげ、はい、は剃ることは一応あるんですか。いや、今はほとんどないですかね。あ、でもカミソリも手放した感じ。あ、一応ひげ脱毛した後に何ヶ月か経ったらまた生えてきて、うん、でまたひげ脱毛って感じなんで、うん、一応カミソリは残してありますよ。あ、なるほど。そう、はい、僕もね、ひげ剃り手放したくて、カミソリ、それで僕もひげ脱毛とかしてるんですけど、はい、そう、羨ましいなと思って、はいはい、そう、おすすめということで、はい、ありがとうございます。はい、では続いて2つ目ですね。はい、2つ目は全身の脱毛ですね。お、なるほど。これはいつからやろうと思ったんですか。これも大学生ぐらいから興味は持ってたんですけど、はいはい、社会人になって、うんうん、ケノンっていう家庭用の脱毛器を買ったんですよ。はいはいはい。まあ、そんな強くないんですけど、うん、体なんでヒゲよりが濃くないからいいかなと思って、まあまあまあ、はい、買いました。家庭用の脱毛器で全身やったんですか。あ、そうですね、ほとんど全身やってます。いけるもんなんですか。大体なんかお店に行ってやってもらうみたいなのが主流だと思うんですけど、はいはいはい、で逆に家庭用の脱毛器ってあんまり効かないみたいなイメージはありますけど。あ、なんかあんま良くないのもあるんですけど、うんうん、はいはい、僕が使ってるケノンっていうのは、うんうん、割と効果が僕の場合はあって、手の甲とか今ほとんど生えてないんですけど、はいはい、これも1年ぐらいもうやってないんで。あ、そうなんですね、はい、でちなみになんで全身やろうと思ったんですか。ヒゲと一緒ですごい毛深くて。あ、そうかそうか、はい、毛深い方はなかなかコンプレックスにもなりますし、ね、そうですね、一つの毛穴からなんか3本毛が生えてるぐらい、あ、なるほど、すごい毛深くて、はい、やっぱ清潔感ないなって自分で思っちゃうんでやりましたね。なるほど。で今でこそ、まあ、男性でも脱毛するって、はい、まあ、結構当たり前になったじゃないですか、はい、まあ、有名 YouTuber さんとかもね、脱毛サロン開いたりとかしてて、はい、で大学生の時に興味持ったってことは今から5年前とかもっと前か。はい、もっと前です ね、 なかなか理解してもらえない部分もあったのかなと思って、はい、恥ずかしさとか。あ、男性が脱毛するみたいな。僕はあんまり抵抗がなくて、もともと音楽が好きで、うん、ビジュアル系とか好きだったんですけど、そうかそうか、ビジュアル系で無駄毛ボーボーの人なんだ、まあまあまあ、逆にある方が僕は恥ずかしいと思っちゃってたんで、ね、全然良かったです。周りの反応はどうでした、やった後とやる前と。あ、やっぱ全然良かったですよ。清潔感があるって言われますし、すごい良かったです。なるほどね。やっぱり男性もこれからは脱毛はおすすめ。あ、おすすめですね。はい、どういう点で。やっぱ見た目もそうですし、うん、蒸れないから匂いとかも多分出づらくはなると思って、はいはいはい、そういう点でもすごいいいですね。確かにね、毛があると雑菌が繁殖しやすいとも聞けますし、ね、そうですね、それが匂いの原因になったりとかもするから、はい、まあ、そういった意味で、まあ、なるべく脱毛できる方はした方がいいかなということで、はい、ありがとうございます。
続いて3つ目ですね。3つ目は爪のケアですね。おー、なるほど。これはどういうことですか？爪のケアってどうするんですか？まず爪をいつも短く切っとく。あ、はいはいはい。っていうのと、あと僕爪を磨いてますね。磨くってどう磨くんですか？あ、なんか爪用のヤスリみたいなのがあって、専用の。で、それで磨いてますね。だからもう常に爪は短くして、はい、で、定期的に磨くみたいな。あ、そうですね。はい、これはなんでやろうと思ったんですか？結構、女性が、手を気にするっていうのを結構聞いて、確かに男性と見るとこ違うんだなと思って。ああ、なるほどね。だから自分じゃあんま気づけないから、普段から気にしていこうってことでやってます、ね。そっか。だから女性が普段自分の爪気にするから、男性、見られる側も爪をちょっとケアしようみたいな。はい、そうですね。結構女性って、ネイルとか好きじゃないですか。うん、そうですね。ネイル変えたとか言われても、男性からすると、全然気づかなかったってことあると思うんですよ。ってことは男性は気づかないけど、女性は爪すごい気にしてると思って、僕は爪をきれいにしてます。なるほど。そう、たまにね、爪が長くなったりとかして、それが不衛生につながっちゃうこともありますしね。そうですね。でプラス翔太さんっていう徳野さんの社員さんの方がいるんですけど、はい、その方がローランドさん真似して足の爪の黒いネイルしたそう で、はい、でテンション上がったそうなんですよ。そうだからこれ多分女性がテンション上がる理由これだなと思って。へー、そうなんだ。そうで、ちなみに、磨いたりとかしてやっぱユハさんはテンション上がるもんなんですか？あ、やっぱ綺麗だなって思いますよ。お、はい、例えばちらっと小耳に挟んだ話、あんまりピカピカにしすぎると、はい、なんか女性が引いちゃうみたいな。あ、程よくしてますね。それは、はい、なんかマジシャンとかたまにね、爪すごいピカピカなの分かりますかね、はいはい、そう、あそこまでやっちゃうと良くないと思ってて。あ、僕の場合は手をピカピカして目立たせるっていうよりかは、なんか不快感をなくすっていう、マイナスをなくすっていう考えでやってるんで、あんまりなんか、ね、はい、派手にしないようにします。なんかそのどれぐらい削るみたいな目安みたいなのあるんですか、自分の中で？あ、なんか見た目でなんか、あ、これぐらいだったら清潔感あるなっていうぐらいにしてます。なるほど、まあ、ちょっと光沢が出るぐらい。あ、そうですね、はい、はい、ということで、実際やってよかったことありますか、爪のケア？やっぱ女性見てるんだなって思うんですけど、やっぱ手が綺麗だねって言われることが増えましたね。爪はね、まあ、男性あんまり気づきにくいところではあるからが、ゆえにやっぱ爪のケアは特にやった方がいいかなということで、はい、はい、ありがとうございます。では続いて4つ目お願いします。はい、4つ目がアートメイクですね。はい、アートメイクっていうのは具体的にどういうやつですか？僕の場合はこの眉毛なんですけど、はいはい、眉毛にタトゥーみたいな、へー、の入れて消えないようにしてるって感じです、ね。なるほど、眉毛のなんかアートメイクだからもう消えないみたいな。あ、そうですね、洗っても消えないって感じです。なんでまたそれをやろうと思ったんですか？僕もともとその毛深くて、で眉毛の形整えるのが大変だったんですよ。あー、なるほど。で剃ったり抜いたりして、で自分で描いてたんですけど、やっぱり描くのめんどくさいし、日によってなんか下手だったりするんですよ。それが嫌で、いつでも綺麗な眉毛入れたいってことでやりましたね。なるほど。で僕はやったことなくて、はい、一個なんか聞いてみたいのは、はい、アートメイクって要はもう一生ものじゃないですか、形は変えられない？そこ一生ものじゃなくて。あ、そうなんですね。タトゥーと違うところで、はいはい、タトゥーってあの皮膚の奥まで入れてって、で消えないようにするんですけど、浅いんですよ、アートメイクの方は。だから 1,2 年で消えますね。あ、自然って消えるみたいな。あ、そうです、はい、その細胞の入れ替わりとかで。あ、そうです、はい、なるほど。だから1年2年で入れ、まあ、変えようと思ったら変えられるし。あ、そうですね、はい。で逆に消えるからこそ定期的にやってもらわなきゃいけないみたいな。あ、それはありますね。ちなみにその眉毛の形ってどう決めたんですか？あ、僕の場合は一応好きな、まあ、ハイドさんとかジュードローさんとか、ちょっと見せるの恥ずかしかったんですけど、それ好きな人を見せて、僕の行ったアートセルクリニックっていうところは、あの施術してくれる看護師さんだけじゃなくて、あのプロのメイクの方がいて、でその人にあの自分の骨格とかに合う眉毛を考えてもらって、はい、それいいですね、はい、はい、ちなみになんか良かったこととかありますか？やっぱ自分に自信持てるようになりましたね。あ、なるほど。眉毛一つでそんな変わるんですね。はい、全然変わりますね。やっぱり自分で描いてると、やっぱ女性の方が上手いじゃないですか、いつも。そうですね、毎日やってますからね。ちょっとちょっとなんか変なネタが突っ込まれるんですよ。でも今だったら、いやでもプロの人がやってくれたからってことで、まあまあまあ、なんかすごい自信持てるようになりましたね。なるほどね、はい。ちなみにどういう人におすすめとかありますか？男性なかなかアイトメイクやるってないじゃないですか。あの僕もいろいろ調べてみたんですけど、見てみると受けてる人は結構営業の方とか接客の方とか、見た目が大事な人というか。そうですね、やっぱボーボーだと印象が悪いけど、まあまあまあ、自分で整えると僕みたいに自信ないと思うんですよ。そうか、まあ、そういう時にプロにやってもらうと、あ、もう安心で自信持てる。なるほどね、はい。ちなみにどれぐらい金額かかるもんなんですか、アートメイクって？2回受けるんですけど、はい、うんうん、2回で11万かな、11万ぐらい。まあまあ結構いい金額します。ユーハさん的には投資効果ありですか？あ、全然ありますね。あ、書くのがめんどくさいし、ね、毎日毎日悩むのが嫌で。なるほど、そうだったらいいかなと思います。ということですね。ちなみに僕もたまにアートメイクしたらって言われるんですけど、どう思いますか、ユーハさん的には？あ、全然ありだと思いますよ。なるほど。なんかどうした方がいいとか、僕もやってもいいのか
かもなと思ったけど、はい、13万かける価値があんまり見出してないのと、はいはいはい、そうそうそう、まあ、痛くないかなとか不安要素は結構大きい。あ、痛みは本当に感じなかったですね。はい、痛いですかって言われて、あ、今やったんですかってぐらいの感じでしたね。毛は抜くんですか？剃ったりとか。あ、剃ったりとかはしましたね、確か。はい、ちょっと整えてもらいましたね。なるほどね。まあ僕ももしかしたらするかもしれないけど、しないかもしれないということで、とりあえずゆうなさんはアートメイクやってよかったと。はい、はい、ありがとうございます。では続いて5つ目お願いします。はい、5つ目は坊主ですね。これね、ちょっと理由聞いてみたかったんですけど、はい、なんでまた坊主にされたのか。これ絶対初対面の人に聞かれるんですけど、はい、やっぱデザインと機能性どっちも好きなんですよね。うん、まずデザインで言うと、僕結構スタイリッシュでモードなファッションとか好きなんですけど、坊主とだと結構エッジが効いてすごい相性がいいなと思ったんですよね。あ、なるほどね、はい、っていうのがデザイン面ですごい良くて、機能面で言うとやっぱセットとか何もいらないし、まあ確かに朝の身支度すぐ朝何もしないですね。そうですよね、はい、でシャワーもすぐ終わるし、すぐ終わるし、はい、あと美容室に行ってお金とか時間もかかんないし、はいはいはい、もう全部いいなと思って。確かにドライヤーとかも時間いらないしね。ドライヤータオルで行けますもんね。ドライヤーはないです、ね、ないですよね。髪はいつも自分でやってるんですか？あ、自分でバリカンでやってますね。おで今何ミリ、1ミリとかですか？1ミリですね。なるほど。でどれぐらいの頻度でやるんですか？だいたい5日に1回ぐらいですかね。あ、じゃあ結構頻繁なんですね、はい、割と。もう伸ばさないんだ。あ、伸ばさないですね。もともとすごいテンパーが嫌で坊主にした部分もあるんで。へえ、あ、テンパだったんですね。めちゃめちゃテンパーでしたね。ね、そうだ、だいたいなんか野球部とか、まあ、他のスポーツもそうかもしれない、だいたいまあ1センチぐらい伸ばしてからまたバッとやる人多いじゃないですか。はい、そう、ゆうはさんの場合もそのスタイルで1ミリスタイルでやってるんですね。そうですね、ちょっと黒くなってくると思うんですけど、長くなったら、うんうんうん、なんかお猿さんみたいなのが嫌で。なるほど、そうかそうか。あくまでもファッションだよっていうのでやってます。坊主、うん、はい、いつぐらいから？ですね、高校2年生の時に、もともと髪がすごくここら辺まで長くって、結構長いですね。はい、で音楽やってたんで長かったんですけど、逆に短い方が目立つだろうというなんか短絡的な考えで短くして、あ、まあ、そっからずっとですか？就活の時にちょっと伸ばして、はいはい、でテンパやっぱ嫌だなっていうのでまた坊主にして、そっからずっと。なるほど、っていうことですね。あと男性的に気になるのは、そのまあやっぱり女性って結構まあ坊主の人が怖いとか、はい、やっぱちょっとイメージが悪い方とかもいらっしゃるじゃないですか、中にはね。はいはいはい、そこへの抵抗とかはなかったかとか、実際に女性の反応とか、女性からの反応かな。人によると思うんですけど、うんうん、怖いって最初思われて喋ると別にそんなことないんで、はい、そうするとあ、なんかギャップみたいな。あ、ギャップ萌えですね。逆に得することも多いですね。なるほどなるほど。わりかし女性からの反応はそこまで悪くないみたいな感じですか？人によるって感じです。あ、人によるね。、はい、で実際まあこれ言ってるのか分かんないけど、はい、一応彼女さんはいらっしゃいますもんね。あ、はい、いますね、はい、だからまあ別にモテるモテないあんま関係ないっていう。あ、そうですね、彼女にその最初に目に留まったのもやっぱ坊主で、うんうん、おお、なんか坊主似合ってんだこの人っていうので気になったらしいんで、割と役に立ちましたね。なるほどね。まあ坊主だろうが、もうとにかく人柄とかね、そういうところの方が大事っていうところかなということで、はい、ありがとうございます。ではでは続いて6つ目ですね。はい、はい、6つ目は ICL ですね。はい、結構いろいろやってますね。はい、やってます、はい、ICL はいつぐらいにやったんですか？ICL ちょうど去年ですね。あ、去年1年前ぐらい、はいはい、なんでまたやろうと思ったんですか？もうコンタクトがすごい嫌で、なんでかっていうと毎日つけなくちゃいけないし、で酔っ払って帰ってきても外さなくちゃいけないしとか、そういうのがすごい嫌で。ちなみにそのコンタクトはもうなくして、はい、裸眼みたいな感じでいけるんですか？あ、そうですね、ほぼ裸眼っていう感覚です。もともと視力どれぐらい悪かったんですか？ 0.1 ぐらい。あ、じゃあ結構悪いですね。結構悪かったですね。なるほど。実際怖くなかった？最初不安だったんですけど、僕が受けた新宿近視クリニックってところは検査がしっかりしてて、大体2時間ぐらいかけて細胞の数とか、なんか角膜の厚さとか、なんかいろいろ、なんかよくわかんないですけど、いろいろ調べてくれ てしっかり検査してくれたんで逆に安心できました。手術的にはどれぐらいかかるんですか？手術的には10分15分ぐらいです。あ、結構早いですね。早いです。え、両目合わせてってことですか？両目合わせて1回で終わるんですか？1回で終わります。で手術した後は普通にも見えるんですか？当日はちょっと見え方変なんですけど、うん、次の日起きた瞬間からもうコンタクトつけてないのに目がいいみたいな。へー、変な感覚ですね。もう世界観が変わりますね。あ、もう全然変わりますね。でもコンタクトも買わずに済むし。そうですね、コンタクト何が嫌かって、うん、物が多くなるのが嫌で、うん、まあ、コンタクト本体のストックと、うん、あと洗浄液と、うんうん、あと目薬と、あと眼鏡、うん、でもいるものが本当多いんですよ ね。だから僕は長男なんですけど、あの奥さんが、妻がコンタクトで、はい、お金もかかるし、はい、旅行行くのにも持ち歩かなきゃいけないし、この前もあったのが、職場に行こうとしたらコンタクトが落ちちゃって、はい、で僕まあね、自由な人なんで連絡来て、ちょっと職場まで届けてくれみたいなストック、いやいやもうめんどくさと思いながら届けたんですけど、そういうのありますかね、コンタクトってね。そうですね、僕も京都に旅行行った時に、うん、すごい景色が綺麗なお寺があったんですよ、うん、そこ行くバスの途中で、はい、なんかコンタクトが外れちゃって、でそれ替えもなかったから景色を楽しめなかったっていうのがあって、せっかくの旅行なんですね。そうなんですよ、そういうもったいない体験もなくすことができるっていう。
そうか、たまにね、僕の身近にもアイシールとか、その、なんか眼内コンタクトっていうのかな、はい、その手術、なんか怖くて勇気がいるとは言ってましたけど、痛くはないんすか？いや、痛みは感じなかったです、ね。目開けっぱなしですもんね。はい、目薬を30分おきぐらいに何回か打つんですよ。手術の前は1時間半ぐらいかかるんですけど、じっくりやってって、実際やるんで、なんか触られてるなって感覚があるぐらい。目開けっぱなしは辛くない？あ、なんか機械でなんか無理やり拷問器具みたいなんで開けられる。なんかそれ、目つぶりたいとはならないんですか？あ、なんか、まあ、どうにかなりますよ。なんか変な感覚ですけど、まあそんな長い時間じゃないんで。え、手術は1時間ぐらい？まあ、手術自体はその10分15分ぐらいで。あ、10分15分。何が1時間ぐらいかかる？あ、目薬打つのがですね。ああ。目薬打って、次30分。開けてなきゃいけないんだ。あ、いや、それは大丈夫です。先まばたきしておくって、目薬打って30分休んでてくださいって。ああ、そういうことですね。休めてまた30分後に、じゃあまた目薬打ちます。で、また休んでくださいっていう感じです。で、結果良かったですか、やって。すごい良かったです。はい。で、今回、なんか撮影するにあたって、ちょっと交渉してくれたんですよね。あ、そうですね。新宿禁止クリニックさん、僕が受けた新宿のクリニックさんなんですけど、そこに、友達紹介割引っていうのがあって、それで、僕のツイッターの方に DM いただけると、はい、その紹介コードを差し上げますので、だいたい2万円から3万円ぐらい安くなります。はい、ということで、今回の企画をきっかけに、ちょっとゆうはさんが交渉してくれたということで、はい、僕は一切お金もらってないですからね。はい、ぜひね、皆さんやってみたい方はね、ゆうはさんの方に、ツイッターの方の DM？ あ、ツイッターの DM いただければ、はい。送っていただけたらと思います。はい、では続いて7つ目ですね。はい、7個目はスキンケアですね。お、なるほど。これはいわゆる、まあ、お肌の手入れ、顔とかですか？あ、そうですね、はい、うん、これはなぜしようと思ったのかありますか？やっぱり先ほどのチゲ脱毛もそうなんですけど、やっぱ清潔感って僕ファッション好きなんですけど、はい、ファッションの本当ベースだなと思って、どんなにおしゃれでも肌ボロボロなんか汚そうだったら嫌じゃないですか。っていうのに力入れるようになりましたね。なるほど。普段はどういうスキンケアをやってるんですか？やっぱ洗顔、まあ、ちゃんと泡立ててやったりとか、まあ、そんな大したことやってないんですけど、ワセリン塗るぐらいで大したことやってないんですけど、はい、最近彼女に言われてやってるのが日焼け止めしっかりやったりとか。へえ、はい、出かける前にってことですか？あ、そうですね、やっぱシミとかに原因になっちゃうんで。なるほど、はい、かなり美意識高いですね。はい、そうですね、はい、なんか昔と変えたことありますか、スキンケア？逆にしてなかった？昔、あ、昔はなんか安っぽいなんかメンズのスースーする洗顔で洗っちゃったりとか、日焼け止め捨てなかったりとか、なんかあんま真剣に考えてなかったなっていうのがあります、ね。なるほど。で、今で気をつけてることって何かありますか？やっぱ日焼け止めですね。やっぱ大事なんですね。やっぱ30超えてきて、なるほど。なんか何にもしなかったら、あと5年後ぐらいでシミとかシワとか気になりそうだなと思って今のうちにやってます。逆に僕焼きたいって思っちゃうんですけど、はい、肌白いから、はいはいはい、そう。ゆはさんは焼きたくないんですか？もともと黒かったんで、はい、結構白いのに逆に憧れがあったのもあって、僕は白い方がいい。僕交換したいですかね、皮膚ね。白いの嫌だから。そうなんだ。だからシミとかシワとかやっぱ嫌だから、ちょっと日焼け止め塗ったりとか、はい、まあ、洗顔で泡立ててきちっとやってると。きちっとやってます、ね。いうことで、だいぶじゃあ肌改善した感じですか？あ、そうですね。はい。他にも、まあ、一応睡眠とかもいろいろあるんですけど、肌は綺麗になったって言われることは多いですね。あんま30歳には見られない。ああ、確かにね、若く見られるっていう。はい、そう、意外に同い年なんですよね。なるほどね。ちなみにもしかしたら後でも出てくるかもしれないですけど、はい、その肌の改善っていう点で、こういうのもすごい効果ある、あったっていうなんか習慣とかありますか？習慣でいうとやっぱ運動と食事と睡眠っていうのはやっぱりそこが基本なんですね。良くないと、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、では続いて8つ目ですね。はい、8つ目は筋トレですね。お、筋トレもやってよかったと。はい、これはいつぐらいから？まあ、真面目にやるようになったのは2年前ぐらいから。おー、なるほど。何をきっかけに筋トレしようってなったんですか？大人になってがっちりして、ある程度がっちりしないと、ジャケットが似合わないなって思われたんですよね。まあまあ確かにね、お腹ぽっこりお腹でジャケットもなかなか。そうですね、それも嫌だし、逆に僕もともと細かったんで、ガリガリでジャケット着るとジャケットに着られてる感じがして、あんまかっこよくないなと思って。そうか。で、筋トレをちょっとしようと。あ、そうですね、はい、ところで、どういう筋トレを普段してるんですか？普段は、まあ、基本的にスクワットとかダンベルでこうやってやって、ここら辺腕鍛えたりとかですかね。そのぐらいですけどね。ジムとかは行かないんですか？お金かかるんで来たから。なるほど、まあ一緒ですね。僕も、はい、そう、今でもこそ契約したけど、やっぱそこもったいないって思っちゃいますから、ね。はい、高いですからね、結構。そうそうそう、特に都内だとね、地方では高いっていう、はい、なるほど。で、筋トレして良かったこととかありますか？やっぱりファッションをより楽しめるようになったっていうのが大きいですね、うんうん、まあ確かに、ね、自分の好きな体で好きな自分に好きな服を合わせて、よりなんか好きな世界観作れるみたいな感じが好きです。なるほど。ちなみになんかどういう体になりたかった、なりたいとかはあるんですか？腕はある程度太くして、それでちょっと胸板厚くして引き締まった体
みたいな。おお、なるほど。ボディービルダーみたいなムキムキじゃなくて、はい、あではないです。引き締まったなんか、うん、細マッチョみたいな。そうですね、あのイメージ的にはあのサッカーの中田選手みたいな。ああ、はいはいはい、中田秀さんみたいな。なるほど、引き締まった体がいいなと思います。今ではその理想には近づけてもなってるんですか？まだまだこれから。もう無理だなと思います。なるほど。そこまではちょっと、はいはい、今後なんかどうしていきたいとかはあるんですか？筋トレのなんかプランとか目標でもいいし、はい、あちょっと胸板厚くして腹筋もちょっとちゃんと割りたいなっていうのが。なるほど、っていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。続いて9つ目ですね。はい、9つ目はウォーキングですね。はい、これもユーハさんと言ったらもうウォーキングなんですけど、1日何キロぐらい歩いてるんでしたっけ？1日10キロ以上は歩いてます。はい、もう近所歩いてるんですか？近所とか。結構バラバラですか？あ、結構好きな町まで自転車で行って、そこでなんかブラブラ歩いたりとか。なんでまた10キロ歩こうってなったんですか？歩こうってなったっていうか、なんか歩いてたって感じですね。なるほど。そういうこと、完全に足が運んだみたいな。そうですね。え、いつからそうなったんですか？新宿住み始めてすぐで。そっか。一番の原因は新宿御苑が大好きで、あ、朝と、まあ、お昼とか夕方とか、まあ、2、3回は行くんですよ、一日に。うん、1回あたり、まあ、2キロぐらいは歩くんで、うんうんうん、勝手に行っちゃいますね。へえ、なるほどなるほど。はい、で、まあ、そう、なんか近くにね、そういういいなんか公園っていうのかな、はい、そうあって、すごい緑豊かだからね、はい、歩いちゃうっていうところで、結構あそこもでかいっすもんね。あ、かなりでかいですね。なるほどね。で、10キロ歩く。10キロ歩くのも結構かかりますよね。2時間ぐらいかかるのかな。そんなかからない。多分2時間ぐらいですね。はい、そうですよね。そう、なんか昔高校の時マラソン大会で10キロぐらいあって、だいたい走って30分だから歩けば2時間ぐらいかかるなと思って。はい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 。そう、2時間歩くのってなんか疲れないかなとか、時間もったいないかなって思ったりとかしますけど、そこら辺、ユーハさんどうですか？あ、結構、新宿御苑で言うと、緑があるんで、緑の中歩くとやっぱストレス解消になるってなりますし、で、お昼は、なんかウィンドウショッピングとか、あと美術館行ったりするんで、うん、そういうのがやっぱり自分にとっては楽しい時間なの で、 でそういうのやってると勝手に10キロ行ってるなみたいな感じです。なるほど、ということですね。はい、で、なんかウォーキングをしてきてなんか良かったこととかありますか？あ、太らなくなりましたね。ああ、なるほど。確かにそんだけ運動したら太らないですよね。全然太らないですね。何も気にしなくても太らないですね。おー、ということで、はい、まあ、太りにくくなったっていうのがすごく良かったかなと。良かったです。そう、あの、僕もね、思うんですけど、年重ねるごとに代謝が悪くなって太りやすくなるんですよね。はいはい、お腹が出てきたりとか。そう、だから僕ジム契約したんですけど。そう、だから歩くってすごく大事だなと思って。はい、大事だと思います。はい、ぜひ皆さんも太り気味の方はね、歩くところから始めてもいいかなと思いました。はい、続いて10個目お願いします。はい、10個目は水ですね。お、水ですね。これつまりどういうことですか？はい、水を積極的に飲むみたいな。水をいっぱい飲むってことで、僕の場合はだいたい1日に 2、3 リットル飲んでます、ね。おー、なるほど。どういう感じで飲むんですか？水道水とか？あ、僕何も気にしないんで水道水をガブガブ飲んでます、ね。へー、ね、こまめに喉乾いたら飲むみたいな。あ、そうですね。朝起きたらまず1杯 400ml 飲むとか、そんな感じです。で、まあ、僕も実際東京来て分かったんですけど、そこまで水道水ってまずくないというか、はい、昔はね、なんか汚いみたいなイメージあったけど、はいはいはい、そう、ゆうはさん的にはどうでした最初、水道水、東京。あ、僕、あの、実家も千葉の柏ってところで、うん、まあ、東京結構近くて、なんかあんま抵抗なかったんですよね、うん、水道水として、うんうんうん。はい、そう、僕も全然抵抗なくて、もう全然ガブガブ飲みましたけど、はい、まあ、そこまで何にもないっていう。そうですね、逆にただだから得だなっていう、うん、まあ確かに、はい、まあそうですね、はい、ほぼただなんで。そうですね、ありがとうございます。で、まあ、水分よく飲むようになったなんかきっかけとか理由とかありますか？あ、よく飲むようになったきっかけは、うん、あれですね、あの、肌が綺麗になるって言って。あ、水分たくさん飲むとね。あ、そうですね、うん、それでお金も全然かかんないし、うん、めっちゃお得じゃんっていうのでいっぱい飲みました。確かに、確かにそのモデルさんとか、はい、まあ、美容しっかりしてる方って特にね、水分たくさん飲んでるとか聞きますもんね。そうですね、あと食事の前に飲んどくとなんかちょっとお腹が膨れて、うん、食べ過ぎ防止にもなるかなと思って飲んでます。そうかそうか、はい、ありがとうございます。はい、続いて11個目ですね。はい、11個目は睡眠ですね。お、睡眠もやっぱ意識してるということで、はい、はい、なぜですか？やっぱスキンケアですね。あ、スキンケア、はい、もうそこに行き着くんですね。はい、なるほど。え、睡眠はなんか何時に寝て何時に起きるとか、何時間睡眠とか？だいたい、日付変わる前23時半ぐらい寝て、うん、で6時半ぐらいに起きるんですよ。お、結構早めですね、起きるの。あ、そうですね、はい、7時間、はい。で、ちなみになんでその睡眠時間、起床時間にしたのかって何かありますか？あ、夜は結構たま、うん、仕事で夜遅くなることもあって、うん、なんでもともと22時に寝るようにしたんですけど、うん、仕事の時眠くなっちゃうんで、うん、だったらもうちょっと遅くしようってなって23時半にして、で、朝はちょっと自分の時間楽しみたいってことで6時半にしてます。っていうことですね。で、あとなんか睡眠とか寝具関係とかでなんかこだわりポイントとかもしあれば。あ、マットレスとか枕はいろいろ調べて自分に合うものにしましたね、やっぱり。うん、あとなんか睡眠の質高い
めるためにこういうことには気をつけてやめたとか、逆に始めたとかもしあれば。ああ、そうです。一番やっぱスマホを見るっていうのを気をつけてます、ね。おお、なるべく見ないように。そうですね。やっぱり目が冴えちゃって寝づらくなっちゃうんで。はいはいはい。なるほど。で、睡眠にこだわってからなんか良かったこととかありますか？あのスキンケアもそうなんですけど、ストレスが減った感じはありますね。確かにね、睡眠不足だとイライラもしやすいし、そうですね。眠いし、うん。そうなんですよね。朝から眠いなと思いながら仕事行くのより、やっぱなんかスッキリしていく方が気持ちいいんで。そうですね。はい、ありがとうございます。続いて12個目ですね。はい、はい、12個目は瞑想ですね。お、なるほど。瞑想もしてるんですね。あ、そうですね、はい、なんでまた瞑想しようと思ったんですか？はい、瞑想するとなんかストレス減るよみたいな聞いて。あ、確かに聞きますね、はい、僕もともと結構気がちょっと短いところもあってイライラしやすいところもあったので。お、なるほど、はい、それで瞑想を取り入れるとなんか自分をフラットな状態に持っていけるんで、すごい良かったなと思います。いつぐらいからやってるんですか？1年ぐらい前ですかね。はい、なんかきっかけは誰かからおすすめされて、あのメンタリスト大吾さん見てて、はいはい、で何回も瞑想いいよ瞑想いいよって言われてて、あ、そこまでだったらやってみようと思って。なるほど。1日どれぐらいやるんですか？1日10分を2回とかですね。10分ぐらい。朝、はい、夜みたいな。あ、そうですね。はい、うん。どういう瞑想ですか？なんか瞑想にもいろいろありますけど。なんか呼吸に集中するだけの瞑想ですね。うん、あ、なるほど。を、まあ5分10分やってみたいな感じで。はい、効果としてはどうですか？あ、確かに、イライラすることがあっても、それを引きずらないようになりました、ね。おー、なんか我に返りやすくなったみたいな。あ、そうですね。あー、ムカつくなと思って、あ、まあいっか、みたいな感じに持っていけるようになりましたね。なるほど。じゃあ、もう瞑想もおすすめということで。すごいおすすめですね。はい、ありがとうございます。ということで12個ご紹介していただきましたけども、特にこれをやってよかったというかおすすめのものってありますか？そうですね、一番 ICL ですかね。お、なるほど。なんで一番それあげたとか？やっぱりあのコンタクトのストレスがなくなったというか、何も考えなくて良くなったっていうのが、ね、まあ確かにね、はい、そう、なんかコンタクトって、まあ、うちの妻もよく言ってるんですけど、なんか今日目がゴロゴロして合わないとか、はいはい、そうそう、目が痛いとか、いや目を真っ赤にしたりとか、はい、そう、そういうストレスとかもあるから。そうですね、楽しい食事中にあ、ちょっと目薬さそうとか、そういうのもあるんで、そういうの考えなくて良くなったっていうことですね。はい、ありがとうございます。で、ちょっと補足としてね、僕いろいろ聞きたいことがあって、はい、まあ、先ほどね、まあ、スキンケアにもすごい意識してるというところで、食事と睡眠と運動がすごく大事だよっていうふうにお話ししたじゃないですか、はい、で食事関係もちょっと聞きたくて、はい、普段食事で意識してることとかあるのかなと思って。あ、普段の食事はまず1日2食にしてるっていうことと、はい、あとお魚とかをよく食べるようにっていうのは考えてます。なるほど。お魚が好きとかじゃなくて、あえてそういうふうにしてるみたいな感じですか？あ、そうですね、僕なんか謎にあのその太ってないですけどコレステロール値が高くて、健康診断で判明したみたいな。あ、そうですね、なんか新卒の頃からなんか高くって、そしてお魚がいいってことでお魚いっぱい食べてます。なるほど。お肉は全く食べないわけではない？あ、お肉も好きなんですけど、あの習慣的には魚にしようかなって考えてます。どういう魚を食べたんですか？あ、やっぱあのサバ缶とか。お、サバが一番コレステロールにいいんで。あ、そうなんですね。もうめちゃくちゃ気にしてますね。そうですね。え、実際その後どうですか？コレステロール値的には下がりました？あ、下がりましたね。で、気抜くと結構上がってきちゃう。そうなんですね、はい、なるほど。だからもう日々の習慣としてお魚取った方がいいなっていうところで、はい、そうですね。で、もともと1日3食とかだったんですか？1日3食でしたね。お、で、何をきっかけにもう1食減らそうみたいな、朝ごはんを抜いたみたいな。朝ごはん、はい、抜きましたね。なぜ減らしたとか？あ、それもあの大吾さんとか、あと あの中田さんとかが空腹の時間増やすといいよって言ってて、アジアやってみようかなっていうのでやってみたって感じです。なるほどね。実際どうですか、1日2食やってみてなんか良かったこととか？あ、まあ体的にもなんか重たくなることなくなったし、あと単純に節約になりますね。あ、確かに1食抜くとね、はいはい、逆にここちょっときつかったなとか、まあ、注意点とかなんかあったりとかしますか？はい、1日2食。あ、そうです、最初の1週間は本当お腹空いてしょうがなかったですね。おお、なるほど、はい、どうしのぎましたか？水を飲みました。水、なるほど。まあ、今回水飲むのたくさんね、はい、いいよっていうふうに言ってたから、まあ、水をたくさん飲むのが一番っていう感じで、はい、で追加でねちょっと聞きたいのは、はい、なんかそれこそ僕の知り合いにやっぱ体のメンテナンスボディケアとしていろいろやってる方いるんですけど、はい、中にはほくろ取ってる方がいて。あ、はいはいはい。そう、ゆうはさんはどうですか、ほくろについては？あ、取るのは全然いいと思うんですけど、僕自身は気にしてなくて、自分のどこにほくろがあるかも分かってないですね。まあ、確かに僕もよく分かってないですね。なるほど。ゆうはさんは今後そういうの取る予定はないと思うんですね。あ、ないですね、はい、はい、ありがとうございます。あとはなんかファッションとかアクセサリー、それこそ体のメンテナンスすごい、ね、気にされてるというか、まあ、注意してるわけじゃないですか、はい、なんか服装との兼ね合いもあるのかなと思って、なんか体が変わったりとか ICL したりとか、はい、なんかそこら辺でファッション服装変わったこととかなんかあったりとかするのかなと思って。やっぱ筋トレが一番大きいと思うんですけど、やっぱ自分の好きな体作って、それで自分の好きな服って着るのがすごい楽しくなりましたね。なるほどね。や
ぱフィットした感じがいいんですか？そういうわけでもない？あれやっぱ見え方変わっていきますよね、やっぱり。やっぱあのジャケットとかでも筋肉がないとなんか ちょっとなんかゆったりになっちゃって、変なシワが入ったりとかして、ピシッとしてる感じがしないんで。なるほどなるほど、はい。まあ、筋トレも、まあ、ファッション的にもすごく良かったかな。良かったですね、はい、ということで、はい、ありがとうございます。で、まあ、一番おすすめなのが ICL ということなので、はいはい、ぜひ皆さんも興味があればあの DM してみてください。本当割引になるみたいなんで。はい、ということで本日もゆうはさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。